区の松坂が練習に遅刻した。はっきりと理由を明かさなかったが、全然初めて、の理由、じゃない、と話し、吉井投手コーチは、眠りの呪文にかかったようだ、と寝坊を示唆した。投手陣の集合時間は午前9時20分だったが、グラウンドに現れたのは9時56分。チーム関係者によると、1分あたり5000円の罰金が課されるため、背番号と同じ18万円を支払うことになりそうだ。眠り豚。どうしようもねえなあ。この3敗の豚は、シーズン途中で帰国しそう。もしかして、験担ぎで18になるように狙ってたとか？よし、わら。分割でお願いします。やる気ないならやめろよ。ラリホー松坂。こういう罰金って、帳簿上はどういった処理してんだ？ええ年して自己管理もできねえのかこの豚は。痛くもかゆくもないな。どうしてこうなった？自分は夢は見ないとかかっこいいこと言ってたのに。説得力も確かにあったのに。嫁に怒られる。若手じゃあるまいし。長い時差ボケかな？罰金って合法なの？どうしようもない豚だな。年俸ので罰金額決めればいいのに。社会人としてどうなのって思うわ。転職して試用期間中に寝坊するようなもんだろ。危機感もなければ球団に対する敬意もない。痩せろデブ。クソだな。ラリホーの使い手がまだ存在したとは。夏頃にはマツコデラックスみたいな体型になってるよ。罰金単価も給料に応じて変動させないと。松坂なら1分50万。最後までご視聴いただきありがとうございます。随時更新していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。また、次の動画でお会いしましょう。